回はそこのやっぱ膝って印象が多分絶対ついてると思うんで、軸にしながらこうどう組み立てるかっていうのを今こう研究しながらそれを練習で試してるっていう状態ですね。あっちのセコンドランドはどう思います？感情論になりすぎてるかなっていう。自分も格闘技自体も選手自体も考えてしか試合やってなかったんで、一応技術論っていうか、結構最近プレッシャーかけられてますね、試合ごと試合トータルで。あの瞬間で順当にプレッシャーが初めてかかった瞬間なんです。俺がさせるぞって多分言ったと思うんですけど、長いから出せるぞ、させるぞ。前蹴りと膝を刺す両方の意味で捉える、相手方にもそう捉えてほしかったというか、膝だけ狙ってるんじゃないよっていうのも、膝って言ったら膝ってもちろん分かっちゃうじゃないですか。でサスケの攻撃をするぞっていう意味で、とてもいいね。自分はちょっと大学主席で合格してる、ほとんど順天堂主席で合格してる。調べようがねえか。なんか挨拶できない子だなと思いましたね。そう、会場だってお疲れ様ですとか言えばいいのに言わないから、あこいつそういうやつなんだなっていう。やっぱね、格闘技やってて挨拶って必要かなと思うんですよ。斉藤選手も試合終わったら挨拶しなかったし、